イスラエルフィルハーモニー管弦楽団は、イスラエルの主要なオーケストラで、世界有数のオーケストラの一つである。1936年、イスラエル建国に先立つイギリス移民党治療、パレスチナ時代、バイオリンの巨匠ブロニスワフ・フーベルマンの呼びかけに、ナチスドイツの脅威にさらされた、ユダヤ人をはじめとする数多くの音楽家が集結し、パレスチナ管弦楽団が創設された。 同年12月26日にテルイコールアビブにおいて催された第1回演奏会の式はアルトゥーロ・トスカニーに、イスラエルが建国された1948年に現名称になった。頻繁な演奏旅行や録音の機会に恵まれしばしば主席式者に世界的な式者を迎えてきた。中でもズービンメータとの関係は半世紀以上に及ぶ。1961年。 メータは当時25歳ながら、急病の指揮者の代役に抜擢されて、イスラエルフィルト初共演を果たす。以降、共演を重ね、1968年から音楽顧問、1977年から音楽監督、そして1981年からは終身音楽監督を務めている。また、ユダヤ形式者や演奏家とのゆかりも深く、中でも、 レナード・バーンスタインとは1947年から密接な関係を結んでいた。主なレパートリーはベートーベン、モーツァルト、メンデルス・ゾーン、ブラームス、チャイコフスキー、マーラーである。シェーンベルクのロマン派時代の作品もレパートリーに入っている。ユダヤ人演奏家に弦楽器奏者が多いことから、JS バッハ以降のバイオリン競奏曲もレパートリーに入っている。一方、 ワーグナーは、その反ユダヤ主義的現地や、ナチスドイツの文化的象徴ゆえに、事実上タブー視されている。1981年に、メータがイスラエルフィル演奏会のアンコールで、トリスタンとイゾルでの前奏曲を演奏したが、一部の団員は演奏を拒否し、観客の間に殴り合いが発生する事態となった。メータは数日後に、 やはりアンコールでワーグナーを取り上げたが、観客の激しい抗議を受け、数小節で演奏を中止している。イスラエルにおけるワーグナーへの抵抗は根強く、2001年にエルサレムでダニエル・バレンボイムがベルリン国立歌劇場還元楽団とワーグナーを演奏した際も抗議して会場を出ていく聴衆が見受けられた。リヒャルト・シュトラウスもドイツ第三帝国の御用、 文化人であったとして、ワーグナー同様の扱いを受けていた。シュトラウスは1990年代初頭から演奏されるようになり、メータ式による録音も存在する。ブルックナーはヒトラーの熱愛した作曲家だったものの、メータの式によって録音が行われている。ズービンメータとフィルのメンバー、ありがとうございます。